はいそれでは始めていきましょうトラキチチャンネル今日はサカツクやっていきたいと思いますさあ今日はですね SWCC の、えー、一時予選こちらが始まりましたので、えー、こちらの模様をお送りしていきたいと思うのですが、えー、サムネやねタイトルの方でも確認していただいていると思いますけども今回は、えー、アルゼンチンチームのですね育成も兼ねてこちら SWCC で 勝ちを逃すたびにアルゼンチンレジェンドガチャを10連していくぞという企画でやっていきたいと思いますありがとうございますあ拍手嬉しいですねありがとうございますよかったら最後まで見ていってくださいよろしくお願いしますということで今回の SWCC にですねアルゼンチンチームを間に合わせるつもりで育成してきたんですがまあ現状ですねまあ、こんな感じで連携線がまあ、オレンジまでは来てるんですけどまだ赤までは行ってないというところで チームのメンバーとしてはですね、どうしようかなっていろいろ考えたんですけどもエ、まあ、M バペをね、センターファウルの一角に入れようかなというふうに思っております、まあ、理由はです、ね、レーン特徴を持っているからですね、チーム戦術が中央突破の時、えー、ライトウィング、ライトミッドフィルダーライトサイドバックに背配置されている、えー、と得意戦術が中央突破の選手のパスとスピードをダイアップするこれね、まあ、現実問題バフがかかるのがこれ出るかなちょっとチームを見てみましょうかね 実際もんでエムバペのバフがかかるのってサネッティだけなんですよ。現実は実は。エムバペもかなこれエムバペもかかってんのかなこれちょっとよくわかんないんですけど。に配置されている選手ですもんね。エムバペはライトウィングの選手ではありますが、今回は、えー、っとセンターフォワードに起用されているので多分バフはかかっていないと思うんですけども。まあ、それでもね。 えとないよりはあった方がいいかなとサネ,ッサネッティにバフがかかるために、まあ、エムバペを投入してみようかなという,ふうに思っておりますもう1つは、まあ、本来そこに入るべきアルゼンチン人選手のイカルディがですね、まあ、スパサブ持ちなんですよねなので後半から出した方が能力を発揮するかなというところも踏まえて今回はですねチームとしてはこういう形で組もうかなとで控えにです、ねえー、とこちらリケルメルケです、ね、が えとこちらはレジェマさんの選手ですね、一応控えているという風になっております。えー、現在、チームの総合値14万2510、まあ、こちらは今、育成オーダーなので、えーと、メンバーがね、ベンチメンバーが育成選手になっておりますので、えー、もう少しね中央突破、連携戦がつ,づつながっている選手を入れれば、総合値上がると思うんですけども、現状ね、ね育てていません、まだ選手たちを。 もちろんレベ,ル、えっと、レベル50まで持っていってるんですが、貫突させてるのは、ね、メッシュだけ。現状、メッシュだけ貫突させてあります。10えー、総合が12,810というところまでなんとか持っていったところでございます。はい。なるほど。これ、スカイコマンダーいらないんですけどね。まあ、それはいいでしょう。さあ、でメッシュのみ貫突させてるのはなぜかというと、 えー、今回の企画にもつながるんですがここでようやくお話がすいません、つながります。なんとか今回はアルゼンチンチームをですね SWCC に間に合わせるつもりだったんですけど結論から言いますとこのアルゼンチンチームは決勝リーグですね50試合の戦いがある決勝リーグからこのアルゼンチンチームを使えるようにしたいというふうに思っておりますでそこまでにですねレジェンドガチャをもうちょっと引いておこうかなというふうに思ったものですから今回はね SWCC の結果に 結果以下で、えー、ガチャを引くというふうにした方がね動画的に面白いかなというふうに思いますので勝ちを逃すつまり、えー、引き分けや負けのね、えー、数かける10連ね、えー、アルゼンチンガチャアルゼンチンのレジェンドガチャの方引いておこういこうかなというふうにさせてもらいましたそれによってですね、えー、バティス・トゥータ、えー、ベロン そしてサネッティの所持数が変わればですね強化の仕方もどうしても変わってしまいますので限界突破練習を使わなくても完凍することができたメッシのみ現状、完凍させているというところになっております。なのでやっぱりねこのメンバー見ていって完凍させる優先順位というのはどうしてもやっぱメッシ、ね、そしてバティス・トゥータ、まあ、ディマリア、ベロン、サネッティぐらい。 がね、やっぱ優先であって、そして次がパレです、オタメンディぐらいになるんですよね。そうするとやっぱり無作。 カバジェロメルカドとかはですね後回しになる可能性が非常に高くてそうなると、えー、別のね中央突破の選手を今回は、まあ、仮に入れさせてもらいましょうかと例えばこのリメルケとかね、えー、入れさせてもらおうかという感じになってくると思うので、えー、今回はこの SWCC1 次予選2次予選を通してですね、えー、ガチャを引きながら、えー、最終的な方針を決めようかなといいいうにさせててたただきたいと思っております説明長くなりましたが SWCC1 次予選いきましょう ははいで SWCC、画面やってまいりました、今回はダイヤモンドディビジョン、ね、一番上のディビジョンです、ね、にまあ普通に参加させてもらうことにしました、前回ちょっとね、下のディビジョンにかっこつけて参加した結果、全く結果が良くなかったんで、堂々と参加してチローかなというふうに思っております。 SWCC1、ね、次予選は9試合、そして8以上かなになると2次リーグに、えー、行けるよというところになっているんですけどもさあ早速1回戦いきましょう相手の強さ以下では、ねえー、っとガチャを引かないといけなくなるので、ね、目指せ9連勝というところでございます気持ち的にはねさあ使うチームなんですけども、まあ、一応見て,ていただきますまずは、はい、こちらセレソン・ブラジレイラーです、ね、のチームでございますが これはもう皆さん、僕の動画を見ていただいている方にとってはおなじみの、えー、ブラジル人染めの、ね、チームになっております。ねえー、全員ポゼッションが得意戦術のチ、えー、選手で固めているとそしてブラジル人選手が、えー、8名というところになっておりまして総合者23万8486チッチ監督の、えー、アシスタントコーチの、ねえー、ところも踏まえてですね、少し能力アップに成功していますというところでございます。さあ 2つ目はこちら、ね。すごいね、バフが4種類かかっているというね、これマックスですね、現状ね。えー、こちらが、インペラドール、イモロタル、フェルナンドス監督の、えー、ポルトガル人染めチームになっております。こちら、連携戦つながっていて、サイドバックはですね、あるえー、っとポルトガル人ではなくて、えー、ブラジルの2人をそのまま横流しで使っている形になるので、その点は不十分ではあるんですけども、えー、ポルトガル人選手が2、4、5人。 そしてその他シェフチェンコ、ピルロと入れて、ですねあとマルディーニね、キャプテン特徴もありますので、使わせてもらっているというところですね、カウンターチームのキャプテン特徴に関しましては、ですねカーンを使っている人とマルディーニを使っている人がいると思いますけども、どちらかは必須というところになっております。なのでリリーグと二次予選リーググとは このポゼッションチームとカウンターチームをえー軸にというかこの2つのみを使ってなんとか切り抜けていきたいというふうに思っておりますでは1回戦の相手、うん、これは相手えーポゼッションラ・フーリア・ロハですねまあこれはまあカウンターチームで倒していきましょう基本はねこのカウンターチーム使いたいと思ってますはいナイスゲームでした5-0ですねいや今回気楽ですよ ね勝てれば嬉しいですしまあ、負けてもですねあの最悪リーグ内の順位が8位以内であれば次の予選進めますし、えー、引き分けたり負けたりすればですねまあ、ガチャを引くのもまあそのつもりでやってますんで、えー、ウィンウィンと動画としての質も上がるし言うことなし行きましょう次はい2試合目いきましょう、うん、幸いこれぐらいの総合値のチームで来てくれるとありがたいですねカウンターでそのまま行きます はいオッケーナイスゲーム5 0うん0失点っていうのは素晴らしいですねオッケー5 0でしたはい3試合目いきましょうやばい強い相手きたいよいよですねではこれは一応戦術有利を取れるポゼッションチームでいきたいと思いますが相手も総合値高いんで負ける可能性もないことはないですね緊張感がありますいきましょうオッケーなんとか勝ちきることができました相手に2点取られた時は焦りましたけども SWCC、ね、っていうのはやっぱ選手交代を、えー、いかにうまくするかっていうのがかつコツみたいになってますけどもどうなんですかねどうも僕が今回受けた印象としてはね選手交代をしてから戦いやすくなったなっていう気がしちゃうんですよねなのでなかなか僕は選手交代っていうのをうまく使った戦術にはまだ えー、移行できていないんですけど皆さんはどうでしょうかなんとか勝てましたはい4試合目いきましょうこれも相手はサイドアタックトータルフットボールですのでポゼッションセレソンブラジレーラでいきたいと思います OK ナイスゲームでした後半相手が選手を変えてから、えー、なんとかさらに、ね、追加点をできたとやっぱりこれもそうですよね どうも選手交代がうまい方にね必ずしも回るとは限らないという気がしてしまいますねナイスゲームでした初失点かなでもいやいやさっき2失点してたすいませんはい5試合目いきましょう相手中央突破プロローグ・オブ・ブルーこの間の岡田武史監督ですねえ現在の日本代表のあれ何でしたっけレジェンド9798っていうやつですねできたフォーメーションとなっております初対戦かなあんまり経験ないですけども、まあ、戦術有利を取って勝てればと思います はい、まあ最新のね監督のえーえー、っと何ていうんですかフォーメーションということで多少ね、えー、現状は、えー、有利なのかもしれませんけども戦術有利を取ってこれか。 うーんこれはちょっとやりようがないですよね。SWCC の場合は、ね、あの対戦相手変更もできませんしねこういうことをしていると、うん、最終予選リーグで、えー、いい順位をとはなかなか言えなくなっちゃいますよね。悔しいガチャ10連決まりましたね、まあ、動画的には良かったかもしれませんはい6試合目いきましょう相手サイドアタック総合値20万超えですけどもなんとかセレソン・ブラジレーラで戦っていきたいと思います相手トータルフットボールですね。 はい、OK、ですね、えー。相手がね、えー、たとえ総合値20万超えであってもやっぱり、ね、戦術有利が取れている場合は確,確実に勝てるというふうにしていかないとですね、上の方の順位はなかなか狙えないですねこれでいいいい、と思います。はい、7試合目いきましょう、来たね、このパターンラ・フーリア・ロハうんこのチームはですね、どうもセレソン・ブラジレイラと相性が悪い気が個人的にしているので。 すごい SWCC18 プラチナディビジョンベスト8の方でございますということは何ていうんでしょう、えー、SWCC カップとかで、ね、対戦させてもらったこともあるっていうね方になるかもしれません、えー、これはねちょっと戦術より現状取れないんですけどもカウンターチームで戦っていきたいと思いますちょっとピンチかも最悪ですねやっぱりフーリアロハ嫌いだな まあね、途中でヨビッチが入ってきたというところでジョーカーですもんね、まあ、ジョーカーって言っても貫突ができていればともかくそんなにね貫突できていないヨビッチであれば怖くないかなと思うんですけどやっぱ貫突されてますねあベンチも含めて結構しっかり貫突されている方ですね、まあ、素晴らしいチーム作りをされているなというふうに思いますけどもいやーにしても負けますかね結構ね点の取り合いで、まあ、ギザギザと点取っていったんですけど ちょっと悔しいですねガチャ20連じゃんはいでは8試合目いきましょうアレラ・フランスですね中央突破のまあ一つ前のトレンドということになってしまうんでしょうかそれともねこれからもねトレンド継続するのかちょっとわからないですけども、えー、中央突破チームが相手ですのでこちらはカウンターでいきたいと思いますよろしくお願いします はい、ナイスゲームでした。ありがとうございます。6-1というところですね。えー、相手の方、また途中、えー、選手交代を使うタイプの方でリベリーを入れて、まあそのリベリーが得点しているので、良、えー、かったのかもしれませんが、まあ、6-0と6-1という形でなんとか勝つことができました。OK。はい、SWCC はあっという間ですね。これが9試合目ラストになります。えー、相手、今日の中では一番総合値が高いかな えー、ウルークオランエですねオランダの、まあえー、とトータルフットボールともう1つの方の、えー、チームというところを使われておりますけどもなんとかここは戦術有利取って勝っていきたいところですガチャ30連はきついもんなここでなんとかとどめたいオッケーですこの試合に関してはですね、えー、試合結果を見るという形でね見てるんですけども、えー、危なげない試合展開だったかなというふうに思います 良、えー、かったと思います。ありがとうございます。ということで、一次予選リーグ2位、ねえー、次のリーグに進出圏内ですよというところになっております。予選リーグの順位見てみましょう。さあ、現段階で試合をしている人がまだすごい少ねえないな <laughs>、えー。すごい少ないので、何とも言えませんけども、まあ、自分より下に2チーム、えー、いるので、2、えー、次予選の進出は間違いないかなというところですねうん。失点が少し多いのかというふうに見えますけどもね。まあ、でも得点は 結構圧倒的この4チームの中ではねまだちょっとデータが少ないですけどもデータ少ねえな今これ見ていただいても分かるように僕はあの深夜の12時50分にやってるんですけどこの段階でまだ4チームしかやってないってちょっと少なくないですか <laughs> まあまあ皆さん明日やるんでしょうというところでございますが、まあ、順位はあんまり一次予選とかまだまだ関係ないですけども、えー、なんとか頑張って順位狙っていきたいと思いますメインはここからですよ はいということでガチャ画面にやってきましたうわめっちゃ悔しいと部分とね、えー、ガ,チャもうガチャを引く理由ができたので楽しみという、ね、両面ありますけども、えー、こちらアルゼンチンのレジェンドガチャの方ね今回引いていきたいと思います、えー、ベロン、バティス・トゥータ、サネッティ誰か引けたらね1、えー、次予選リーグの、はいえー、負け、ね、引き分けもね、えー、報われるというところでございますでは、えー、現状ですねこのアルゼンチンのレジェンドガチャの方は100連 すで、えー、に、ね、引いておりますので今回はこれが合計の110連目というところになりますなのでステップ1に戻ってきておりまして特別獲得枠で <laughs> 特別獲得枠じゃないですね特別獲得枠で星5確率が30%というところ、えー、星530%ではありますけどももう皆さんもご存知のように、えー、アルゼンチンレジェンドの3人以外も輩出する可能性があるというガチャになっておりますでは えー、これはね動画のエンディングですのでたったかと弾いていきましょう頼むぞせっかくだから星 510%2 枚以上は引きたいこの20連で2枚以上は引きたいぞせっかくだもオスピナ出たオスピナさあ来い現状ね僕はあのコロンビアのオスピナをねえー、っと今のレジェマのボーナス選手として使っておりますけどもいやー星4は来るんだけどな頼むぞ頼む頼むぞ 引いてくれきた来たけどこれはこれはアルゼンチン選手かじゃないのかなちょっとごめんなさい見ただけじゃ分かんないけどもこれは誰でしょうかドンおベロン素晴らしい重ねてきたいやー引いたかいあったなこれは完全に完全なる勝利ですねもうこの1枚でも今回のこの企画大成功でございますありがとうございます嬉しいさあ1枚で終わんなくてもいいんだよ別に <laughs> 終わんなくてもいいんだよ 来い,いや残念こい特別獲得枠仕事せんのかーいって感じですけどもはいあっ失速ですねこれ星5もあるやろうオッケー。ベロンが弾けたんで十分嬉しいですねでは20連目に行きましょう特別獲得枠は仕事しませんでしたね ほら、失速ね、星5もいるのにわざわざ星4出さなくてもっていう感じですけども。では、ステップ2ですね。120連目行きましょう。星5確定スカウトチケット1枚手に入ります。ということで、行きましょう頼むぞ合計120連目ですからね。さあ来いいや、星4。惜しい、ラメラ。アルゼンチン人選手は出ましたね。さあ来たおっとまさかのこれは、メイソンマウント。え、だったっけ きたー <laughs> 嬉しくないなもう6枚目ぐらいですからねこれは何だバーストシュート要因にしていこうかなそろそろ完突させるほどの選手ではない気がするんですよねイングランド染めにでもしない限りうん微妙なところですけども星5が出たのは十分嬉しいよしよしさあもう1枚出ちゃえ10%乗り越えてこれで現状今10%ですからね えー、20連で2枚出たっていう形ですからもうちょっと重ねてもいいですよケビン・ロングさっきも出なかったいらないうわ星3にポスト赤ポストイット2枚使ったわもったいないやつうわ終わっちゃうよあ終わっちゃう星4インモビレ来いいやー今日は1枚だけですかっていう感じでしたね えー、星5は2枚アルゼンチン選手は1枚というところで今日は終わりにしたいと思います。 はいではトップ画面に戻ってきました、えー、今回の SWCC とアルゼンチンガチャの連動企画皆さんいかがでしょうか、えー、もし動画の内容ね良、えー、かったよ見応えあるよね。明日の二次予選リーグも楽しみにしてるよって方はですね良かったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますそしてこれはもうお約束通り、えー、最終予選リーグの時は、えー、アルゼンチンチームをしっかりと 作ってです、ね、50試合やるときはやっていきたいと思いますんでそちらも是非楽しみにしていてくださいでは今日は以上にしたいと思います失礼します